どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グルリインボーク7月4日、間違えた、霧島彩人の誕生日ということで、ガシャ来てますね。なんかこいついつも変顔じゃないけどさ、まあいいや、ちょっとこういうポジションなのかな、こいつは。ピックアップが今ブレイカーピックアップですね。誰が引くんだろうか。ということで、性能はまあまあまあ、ちょっと見ていくか。じゃあ敵単体にアタック300、さらにアタックを 770% にダウン、スキブで 500% ということで、まあまあ俺重ねる気ないからな、こういうの見ても。まあまあいいんじゃない、とりあえず引いていくか。誕生日だしな、記念にな。10回引いて OK。 ちょ、時々さ、こういう運営がさ、10連をさ30個にして、ちょっと罠張ってくるから一回確認していくわ。あ、とりあえず10回引きます。あ、嘘初手 SSR 安定だわ。これ一発で終わる可能性あるで、ほんまに。は、そうだろう正義の下であればどんな卑怯でも許される。おっと、まあ、今ちょっと窓さんのあれだよ、なんだっけひなみのお母さんの名前殺す時の「おーっと」っていうあれ真似したんだけど、似てましたかね。まあまあ気を取り直していこうか。あ、あ、 SR か。でもこれはでもまあなかなか、あれ、俺 SR 用も持ってなかったんだ、意外だわ。持ってなかったのかな。持ってたような気がするんだけど、これあれなの、インボクってさ、売ったらさ図鑑消えるっていうバグなかったっけ。バグかどうか仕様かどうか知らねえけど。あめっちゃ来んな、演出は。演出だけはめちゃめちゃ来る。ただし SR の前、あれこいつを持ってなかったっけ。おかしいですね。まさか追加かな、追加なのかな。やっぱ演出だけは妙に来るなって言ったら来ないですね。あ、初手 SSR 安定だったからな。あやと出てくれや、一番最初ので終わってたのによ。これ後ろ CCG からさ、そろそろ安定区に変えねえか。あ、ポットにしねえか、ポットによ。なんで CCG なんだろうか。 CCG の方がやりやすいのかな、なんていうの、設定的に。あ、ポットなんてさ、グルカルミントラウマ植え付けられてっからな。キッズたちは10連引いて爆死したとか言ってるけどさ、10連で爆死ってマジ意味わかんねえぞ。あー、マジレアしか来ねえんだけど。早く早く、あと2回ですね。まあ、この2回のうちに来てくれたりはしないのかな。上げて上げてもう落ちていくだけみたいな。最後にさ一回上げてこうぜ。せい、はい。というわけでね、まあでも、今回も取れ高あったよね。前回も何の SSR だ、あ、そうそうそう、あれだよ、月山が出たからね。まあ何、ピックアップは出ないにしても何かしら SSR は出てるからいいんじゃないでしょうか。あ、持ってなかったしね、よかったことにしよう。はい、というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。